で先日の放送で憲法96条の改正についてお話をされていましたが、はい、橋本維新の会共同代表の従軍慰安婦問題とアメリカ軍へ風俗業者利用について、うんえー、話を願いますと、うんえー、オクラホマミキサーが連発するような過激な内容を希望いたしますと。じゃあもう、オクラホマミキサーをかけてればいいのよね、そしたら、ね。かけてればいいのよ。 あとは想像して勝手にねそ, <laughs> まあその橋本共同代表ですけども、5月の27日にですね、東京都内の日本外国特派員協会で記者会見しまして、うん、まあここで何を言ったかというと、従軍慰安婦をぐる発言に関して、自分は一貫して慰安婦を容認していないという立場を、まあ、改めて説明をしたと、うん、で、橋本さん、こう言いました、一つのワード、言葉をですを、ね、抜き取られて報じられたのが騒動のきっかけだ、で見解が出てるんですが、これもあの橋本さんがこう言いました。 公表したものです真意と正反対の報道が世界中を駆け巡ったことは極めて遺憾だ、世界各国の軍が慰安婦を必要としていたと発言したが誤報、誤って報道されたと報道批判、でアメリカ軍に対しては、ですね在日アメリカ軍に対しては風俗業の活用を求めた発言ありましたが、不適切な表現として撤回を表明し、お詫びすると述べたということですね。うん 簡単に言ってしまうと、あの、マスコミが、なんか曲げて、ねじ曲げて報道しやがったなこと、うん、な,ないやろ。っていう、そういうことを、っ必要だ。ったね、当時必要だったのは、誰が、誰でもわかることだっつってんだもんね。自分もわかってるわけやろ、うん、だってその後さ、誰でもわかってるじゃない記者の人からさ、じゃあ、真意ではないですねって改めて、じゃあ、こ、何、要は、こっちが間違っちゃったんですねっていう意味にも取れる質問をしたら、はい。 それはね、うんって言わないんだよね。要はだから言ってることは間違ってないっていうのは、一貫して主張してるわけよ。そうやそうどっとろ意地張っとるだけだよ、ただね。うん。もうだからもう、もう墓穴放置。いいんじゃないもん。ほっとけば。もうほっとけばしかない。もう勝手に言うとかはもれてきたよね。もうね。もう、こっちがね、大騒ぎするほどの男でもないわよ、もう。誰でも、慰安婦が必要なことぐらい誰でもわかる。な、自分も分かってんやろ あの、俺は必要とは思ってないと思う。ごたごたごたねえな。放っておこうって言ったじゃない。ああ放っておこうもん。